中京 TV スポーツ。台風明けし、ここでしっかり動かしてなかったと思うんで、しっかり今日だけでいきましょう。お前らのとこ目指したんだ。いくぞ。そうですね、雰囲気自体は結構良くて、チームとして今全員全国目指している状態で、チーム状態はいい状態かなと思います。普段の練習で 100% の力でやれてるってことが一番大きいかなと思います。練習前にエンジン組んで、もう 100% であろうっていう心がけてます。去年悔しい負け方して、今年インターハイもあとちょっとのところでいけなくて、まあ思いはどこのチームをやるかなって思います。なるほど。ここはもうパスの本数は少なくていいから、タイミングを測って入れる。なんか一発当てれそうなチームですね。はい、なんかそういうのも一人一人に、まあ、人間としてのパワーがあるかなっていうのがあるんで、大きな舞台でもなんかやってくれるんじゃないのかなっていう期待はあります。この辺の、まあ、こんな場所にあるんで、地元を大事にしなくちゃいけないし、地元の選手たちを、磨いて上を目指していきたいっていう気持ちでずっとやってきた中で、まあ、それでも知多半島以外の子たちも少しずつ入ってきてくれるようになって、まあ、今は本当に地元の力と、まあ、外からの、まあ、そういった力を合わせてやっています。なんかその抜けてる選手がいないんで、みんなで今持ってる力を出し切る、それで当てれるかどうか、勝てるかどうかっていう繰り返しで毎試合挑んでます。ヘディングで負けることはないですね。一回酒井がヘディングしたら、まあ、キーパーであったり相手のセンターバックとか、そういった選手はもう長いボールあそこに蹴りたくないなというふうに思うと思うので、まあ、そのヘディングの強さが魅力かなと思います。ジャンプ力上げるっていうのもそうですけど、声とか、まあ、できる自分ができることをやってます。やっぱりきつい時に仲間を鼓舞したり、勝たないといけないところのヘディングとかだったりを勝ってやっています。岡崎調整に0対7で負けて、自分守備で7失点もしてしまったので、今年こそは絶対無失点で行って決勝まで行けるように思ってます。もう自分が点取って選手権で全国出たいっていう気持ちはもちろんあったんですけど、まあそれができないっていう悔しさはもちろんあります。この思いはじゃあもう仲間に託す。そうですね、仲間に託して全国行ってもらわないと、そうですね、僕の夢が叶わないんでね。なるほど。中田輝に代わって中田孝文が入ります。左膝の前十字靭帯なんで、ここですか。まあ変えられないんで、怪我した事実は。なんで、まあチームのために何ができるかって考えて、まあそれをやらないといけないと思って今やってる感じです。僕らの方がこう気持ちの整理がつかない中、
まあ、高文はまあそういう姿を見せないようにしているのか、もう割り切って、今まで努力してやってきたので、もう切り替えてやりますというようなことを言うので、まあ、本当に、まあ、サッカー終わった後、活躍してくれる人生にあるんじゃないのかなと思っています。まあ、弟である中田浩人もそうですね、まあ、託せるところであります。一番身近な存在なんで、まあ、信じて託したいとは思います。はい、フォワードなので得点のところで、まだなかなか取る機会は少ないんですけど、選手権で取れていけたらなと思ってます。一緒に選手権出たいという気持ちもあったので、代わりに自分が全国導くしかないなと。日本福祉大学附属高校です。チーム一丸となって、行くぜ選手権。オー！